お世話になります。一人でございます。またレイドが更新されましたので、皆さんと情報を共有させていただきたいと思います。今回出現するポケモンはアローラ御三家です。ニャビー、アシマリ、モクロウですね。なんか最近レジェンズアルセウスの情報解禁されましたんで、それに伴いっていう感じですかね。ただ秘宝がございまして、色違い確率アップはなしです。いやこれマジ残念っすね。私としては、まあ御三家もね悪くはないっすよ。普通にいいとは思いますけど、私としては色違いが良かったなっていう風に思っちゃいますね。やっぱだいたい今回御三家だけどさ、モクロウはさレジェンズアルセウスで出るんだから、なんかこいつだけ色違い確率アップみたいにしたら面白いと思うんだけどね。まあいいや。で、期間は10月4日8時59分までとなっておりますので、まあいつも通りですね。いやこれだからあれか、前回2種類色違い出たんですよね。ソルロックとルナトーン。それが伏線になってたのか、まあ、今回分をもう前回でやっちゃおうみたいなそういうことだったんか。別に太っ腹っていうわけじゃなかったんですね。まあということで、今回御三家3匹捕まえていきましょうか。じゃあやり方についてはいつも通りね、不思議な贈り物から必ずワイルドエリアニュースを受け取る、やっていきましょう。はい、で受け取ったら OK ですね。あと出現場所はいつも通りどこでも出ると思いますので、まあ、好きなとこに行きましょう。私はねいつもここが好きなんで、やっています。ここで中身見ていこう。来たー、アシマリ来ました。アシマリ潰していこう。やっぱ最近確率高くなりましたよね、イベントレイドの巣穴の。めっちゃすぐ出てくるんだけど、 OK、 アシマリいいね。まあ、特に言うことはないんだけど、バリアの数は3つですね。少ない少ない、楽っすね。色違いじゃないとさ、発狂するあれもないし、なんか動画としてなんか微妙になっちゃうんだよな。そういう意味で嫌だっていう側面もありますね。こんなパッと出てこられても逆に困るっていうか苦労も何もせずやるだけっていうね。普通にもう2回ダメマックスを打ったら倒れましたね。リピボで行こっか。でもこいつら捕まえてるか分かんないんだよね、御三家。ちょっとこういうやつに限ってね出てきがちですから、私の今までの経験上色違いとかそんな出てこないけど、大丈夫かな、ちゃんと捕まってくれるかな。オッケーオッケー、いいかな。はいはい、ありがとうございます。ちゃんとこういうとこしっかりしてくれるのがいいね、御三家だから。やっぱうい、いいね。一応ね、一応ね、まあいいよ。経験飴 L3 個で、ダイマックス飴、鎧鉱石、マックス鉱石1個、真珠という感じで、まあ普通のやつですね。じゃあ見ていこう。あーおー、まあまあまあ個体値はいいんじゃないでしょうか。まあ 4V で普通に。でレベル5上押す。で特性激流、 HP が減った時水タイプの技の威力が上がるということで。で夢特性でもないんすね、だから。まあだから今回のレイドはあれか、おしゃぼとかで捕まえれるのがいいってことかな、御三家を。あ、技はすごい。ムーンフォース、ハイドロボンプ、アクアジェット、吹雪っていう感じで。なかなか強いな。こいつ、そっか。御三家だけど、レベル50だからね。当然、こんぐらい強くなきゃいけないっちゃいけないけど。で、わんぱくな性格で、暴れることが好きな個体です。はい、じゃあ次行きましょうか。どんどん入れていきましょう。あー、ダメか。おぉ。お、来ましたね。また、足回りかよ。足回りだと困るんで、みんなで調整でね、ホームボタン押して、設定から1日進めるやつで、まあ、いわゆるね、日付変更バグで、別のポケモンに変えていきたいと思います。こういうイベントレイドの巣穴だったら、別のイベントレイドのやつのポケモン出てきますので、変更できますんで、まあ、これやっていきます。つか、このバグ修正しないんだ。もう修正してもいいじゃんと思うけど、あ、ニャビー来ましたね。まあ、ここで、まあ、一応、まあ、やんなくていいけどね、今回御三家でそんな、どれもね、珍しいっていう感じでもなさそうですから、まあ、ただ、レポート書いといた方がね、まあ、一応いいですよ。おいし、来るかな？はい、来たー！普通色！まあ、当然ね、これで色違い出てきたら、まさに発狂どころじゃ済まないんだけどね。でも今回は全然期待しないでいくよ。そりゃね。私も大人ですから。もう、単純作業だな、めちゃめちゃ。ダイマックスを打つだけの作業。あ、で、こいつも、四つ星で、三つバリアですね。オッケー。倒したー。リピートボール行こう。うわー、出てきた。マジかよ。なんで？そりゃねえわ。そりゃねえわ。経験飴 L3 個、ダイマックス飴1個、鎧鉱石、マックス鉱石1個ずつということで。え、デカキン落ちてきたね。弾引きちぎられたから逃げたってことかな。マジそれはないわ。ほんと腹立つ。1回目で出てきやがったし。ちょっと消します。よかった、レポート書いといて。もう1回やり直します。もうこれ何回もやるようなやつやねえんだよ。ダークボールで行こう。とりあえずね。いや、ちゃんと頼むよ。ほんとにやめろよ。マジで。マジでイラついてっから。あんな出てくんの。マジ頼むよ。オッケーオッケー。いいかな？さすがに。オッケー。さすがにもう2回も3回もやったらマジでもうぶん投げてたな。いつもの色違いが出てこない発狂よりもこっち発狂するわ。そんな。やられたら。はいはい。あ、一緒だね。アイテム一緒で、あ、金の玉。ちっちゃくなってる。でかい金の玉から金の玉にちっちゃくなってますね。
かわいい。はい、じゃあ見ていきましょう。来い。あー、普通の 4V ですね。はい、ニャビーレベル50のメスでございまして、特性猛火。HP が減った時、炎タイプの技の威力が上がるということで、これはもう夢特性ではないですね。夢特性ね、星5とかでしか出ないとか、そんな感じかもしれないですね。もしかしたら。技はフレアドライブ、猫に5番、リベンジ、シャドウクローということで。まあ、いい技ですね。なんか、すごいいろんな種類の技でいい感じ。猫に5番なんて可愛いね。頑張り屋な性格で、あとはないと。じゃあ、あと、ラスト行きましょう。目黒。一番メインじゃない？今回の。多分。あ、来た！また連続で来ましたね。すごい、やっぱ、イベントレイドの巣穴めちゃめちゃ高頻度なってんな。逆に他のポケモン出せないんじゃないのっていうぐらいですね。じゃあまた、みんなで挑戦で、変えていきましょうか。で、五つ星ですね、こいつ。五つ星もちゃんと出るということで。まあ、高個体値の、ね、ご参加欲しい方は、いいんじゃないでしょうか、今回はマジで。まあ、やっていきましょうよ。文句言わず。お、来た！三つ星。目黒ですね。ちゃんとレポート書いといて、行きましょう。来いよ。ちゃんと、あい、もクロ来た。こいつはね、ちゃんとね、いくら持っててもいいと思いますか。まあ、でも、剣盾から、レジェンズアルセウスには持ってけないんかな。なんか、そんな感じな気がするけどね。さすがに。とりあえず、もクロは、重要なポケモンですから、持っといて損はしないでしょう。大幕装で半分削る。はいはいはい。バリアは3つあんかい。星3の目黒、3つバリアがありますね。星4と一緒じゃないか。はいはいはい。倒す。なんとなくヒールボールでいきます。今回このボールだからちょっと出てきても文句言えねえわ。確率、そんな高くないと思うから。でも頼むよ。しっかりしろよ！おい。頼むよ。おい、マジかよ！マジかよ、それ。そりゃねえわ。そりゃねえわ。まあ一応あれ見とくか。報酬。マジかよ。文句言っちゃったしね。文句言えねえわっつったけど。アイテムは経験アメール1個、鎧鉱石、マックス鉱石、バンジー、まとま小さなキノコ。マジかよ、クソかよ。本当に色違いの時よりなんなら発狂してるわっていう。ひどいな。よっしゃ、もう一回行こう。もうなんでこんな何回もやり直さなきゃいけねえんだよ。やっぱリピボが一番。なんか確率とか変動してんのかな。色違いの時こんな出ることないけどね。まあ普通。なんで、マジこのループ入った、もしかして。ちょっとそれはないぞ。ひどいぞ。いや、マジ頼むよ。マジで頼むよ、リピボ。ほんとこれ来ないとか、マジで、もう笑っちゃうぐらいだけど。お、マジひどいぞ。は？ぶっ壊れてんのか。もうこれで終わらせてくれ。リピボ頼むよ。マジでやめろよ。おい、マジかよ、マジかよ。そりゃねえって。そりゃねえって。なんでこんな展開なんだよ。オッケーオッケー。ダークボーで行こう。もう期待もしたくねえんだよ。期待するとかそういうものじゃねえんだよ。そもそも。これはよ。その文句言う対象でもねえんだよ。おい、当たり前なんだよ。こんなの一発目で捕まえさせろ。何をごちょ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 やってんだよ。色違いでもねえのに。なんだよこれ。アイテムは、まあ、ケケアメ L1 個。ダイマクサミ1個。鉱石2個でしょ。まあ、そんな感じですね。腹立つわ。はい、じゃあ見ていきましょう。来い！ 3V！ あ、そっか。三つ星だから、そっか。そうなんか。いやー、それもひどいしな。それなのに、お前何回も捕まんなかったっておかしいぞ。レベル40の命数でしょ？それで特性侵力で HP 減った時、草タイプの技の威力が上がるということで、こいつも夢特性ではないですね。ちょっとさ、ほんとなんでこういう個体なのに、あんな時間かかんの？半端なく時間かかった。ブレイブバード、リーフブレード、不意打ち、スピードスター。技も、まあ、大したことないからな。でも、不意打ちとかあるのがいいかもね。わかんないけど。臆病な性格で、ございまして、あとは何も持っていないということでございました。はい、ということで、今回御三家出るということでね、色違いはね、確率アップしてないですけど、おしゃぼとかで厳選した人はやった方がいいんじゃないですか。ただなんか、やっぱその、おしゃぼでゲットできるからかわかんないけど、なんか今回捕まる確率かなり低かったような経験がしましたね。やっぱ御三家だからとか、そういう、なんかあんのかもしんないですね。もしかしたら。まあでもこれまた最後にちょっと文句なっちゃうんですけど、私からしたら、御三家も苦労せずに捕まえたいんだよ。